はい、皆さんこんにちは、ケニーさんです。今日はですね、ちょっとまた朝からペンキ塗りをしていました。あ、ペンキ塗りの前にですね、ちょっと同級生のお好み焼き屋に行ったんですよ。お好み焼き屋に行ったらですね、ちょっとその同級生は、まあ実家のですね、みかん農家の手伝いで、まあ、今はお店に出ていなくて、ちょっとあの畑の方を手伝ってるということで、会うことができませんでした。まあとりあえずですね、まあお好み焼き食べて帰ってきたんですけど、ちょっとでも何十年かぶりにあの自分で焼く、まああの神奈川でも何回かは当然あるんですけど、はい、まあ愛媛に帰ってやるのがすごい新鮮だったのか、なんか知らないですけど、なんかすごい緊張してドキドキしましたね、お好み焼き食べるのに。あのまあ別の従業員の女の子いたんですけど、結構いろいろ聞いて、これつける、これどうやってつけるのとか、これどうやって焼くのとか、いろいろ聞きながらやってしまいました。ちょっとご迷惑をおかけしてすいませんでした。まあでもお好み焼きはめちゃめちゃ美味しかったです、やっぱり。はい、最近ですね、こう宇和島に戻ってきて 1,2 キロ太っちゃってたんですよね。あのやっぱ懐かしい食べ物がいっぱいあって、ついついですね、お腹減ってないのにですね、ちょっと買って食べちゃったりとか、まあじゃこ天とかですね。そういえば写真撮るの忘れたんですけど、宇和島でですね、ハムエッグってあるんですよ。これ僕だけが呼んでるのかどうかわかんないですけど、僕小さい頃からハムエッグっていうのは、あのゆで卵をハムで巻いて天ぷらにしたものがハムエッグだと思ってたんですよ。多分高校卒業するまでハムと卵を天ぷらにしたものがハムエッグだと思ってたんですね。近所のお惣菜屋さんで多分ハムエッグっていう名前で売ってたんですよ。まあ家でもですね、うちの母親がよくやってました。ゆで卵をあのハムでぐるっと巻いて、で爪楊枝で刺して、それを天ぷらにするんですね。でこれをウスターソースで食べるんですよ。これまためちゃめちゃ美味しいんですよね。この間ついついまたそれですね、買って食べちゃいました。それとあとは今日ペンキ塗りですね。こちらです。ペンキ塗り。これはもうあの本当はですね、もっともっとやったんですよ。ずっとやってたんですけど、途中でカメラが止まってて、まあ3分の2ぐらいは完成した感じですかね。あと3分の1ぐらい塗れば終わりかなという感じですけど、今日はですね、まあ夕方5時ぐらいまでずっとペンキ塗りしてたので、まあ、本当に疲れました。そうだ。あとはですね、原稿者さんからまたあの原稿のですね、手直しが返ってきたので、これまた今月中に完成させて、また、はい、直すんですけど、今回はですね、これ USB とか原稿、あの、郵送で送ってもらったんですけど、はい、まあ、郵便物も早く届くので、まあ本当にですね、どこにいても、便利ですね、今は。はい。まあ、パソコンでやり取りできるんですけど、ちょっと今 Wi-Fi の環境が心もとないのと、そもそも私がパソコンに疎いので、ちょっとですね、念のため郵送で送ってもらいました。その出てきよるときに爆弾か。これ今出てきよるやろ。おお、あれ前。止まない。まっすぐすぎる。体が。丸まる。二個とすぐないってや。今日もありがとうございました。ケリーさんでした。